笑ってるやん。笑ってるし、わけわからんし、でもね、倉田いいところが。いや、早い。こんにちは。こんにちは。沢藤でーす。倉田直樹と申します。何ですか、今日は。今日は、はい、お互いのいいところを言おう。テーマ変える？テーマ、なんで？めっちゃあるでしょ、ないし。え？ない？うん。カメラ止めて。暴力振りたい。はい、行きますか。はい、行きましょう。なになに、いいところね。はい。あ、じゃあ、来いやつだけ。いや、ください。あ、欲しいの？聞きたい。欲しい。早く欲しい、もう。やる気出した。逆に、こういうとこ好き。逆に、うん、ここまで厚かましいと、もはや好き。っていうタイプだよね。めっちゃ悪口じゃん。いや。でも、倉田さ、元の性格は最初からそうだったの？あの、初めてクロストークした時、俺もそんなまあ、しゃべるの好きだけど、はい、なんだろうな、その相手の会話引き出すの得意じゃないから、倉田と喋った時に、あ、この子大丈夫かなって思ったの。喋んなかったから。いや、僕めっちゃ人見知りですもん。あ、人見知りなんだ。あんな確かにね、前回全然立ってない時ですもんね。2、3年前かな、はい、ほぼ初めましてのクロストークから 2、3年後がナウなんですけど、なんか随分倉田は印象変わりましたね。だから最初はおとなしい、この子大丈夫かな、人と喋れんのかなって子だったけど、今もう厚かましすぎて逆に好きになった。逆に好きならよかったっす。よかった。いや、触んなよ。いやいや、触らして。触りたいじゃん。はい、ちょうだい。でもジーンはやっぱり。やめろ距離感間違えてるよな。間違えてるよ。でも成人式迎えたんだよ。迎えたけど、俺成人式5年前に終わってんだわ。でも同じ20代です。いや、なんかもうジンはやめとけやめとけ。敬え。ジンさんは、いや、それもそれで。でもジン君のヒントはやっぱこういう、僕ツッコミしてくれる人が好きなんですよ。それ言ってたよね、はい、だからあれちょ、ゆうやが一番好きなんでしょ。そうです。スーパーかまってちゃうじゃないですか。全部拾ってくれるから。そうだよね。しかもなんか僕もなんかボケても別にオチのないボケみたいな、なんかようわからんこと言っちゃうじゃないですか。でも平田くんなんか頑張って拾う。平田くんっていうか仁くんの話じゃん今。確かにゆうやは何が何でも拾うからね。でも仁くんも拾ってくれる方なので、そこも好きですし、やっぱでもさ、今の話だと俺ゆうやより下じゃん。まだありますね。あるな。あ、ごめんごめん、びっくりさせないでください。急いだ。何？でもやっぱりその、うん、最年長ではないんでしたっけ。最年長だよ。その最年長とは思えない可愛らしさって僕が言うのもおかしいですけど、うん、ありますし、それでいてお兄ちゃんみたいな、その頼りがいも人格あるんですよ。だからその可愛さと男らしさ、うん、その2つを持ってるんですよ。言えるようになった。いや、めっちゃ言ってるじゃん。あ、そう。なんかそこが好きですね、僕は。あ、そう。なんか普通に褒められると普通に照れてしまうよね。わかる？褒められた、これまでだ。何人か褒めてくれたけど、阿部ちゃんだけなんか一つもないってなる。まあ正解だよね。正解って。はい、じゃあまとめますか、はい、俺は厚かましさが逆に好き。倉田のいいところだと思います。逆に何もすな。僕は、仁君に対するいいところは、その男らしさと可愛らしさを兼ね備えた部分と、あと、まあ平田君の次ですけど、僕のボケに対して突っ込んでくれる、かまってくれるというかまってくれるという年上ならではないいところもありました。はい、こんな感じです。バイバーイ。バイバーイ。